玉川徹、デマを流して謝罪、PCR 検査で、テレビ朝日、モーニングショー、昨日放送されたテレビ朝日のモーニングショーにおいて、玉川徹さんが次のような発言をしてしまいました。PCR 検査について、この39件というのは、全部民間なんですって。民間よりも通常は平日で言えば、行政検査の方が多いんですよ。行政検査が 土日休みになっちゃって、結果として、民間で検査をしたものの中から感染例が39例ということなんですね。そうなると、これ、昨日も言ったんですけど、昨日も言ったんですけど、ゴールデンウィークはどうなるんだろうと、ゴールデンウィーク、多分休みますよ、行政は、検査するところもね、そうすると民間だけで行く、民間がまだそんなに増えていないという段階だと、 これ、この後、ゴールデンウィークに入っていくと、こういう30とかいう数字がずっと続いていく可能性があります。この後、さらに、ゴールデンウィークに入っていくと、行政の検査が休むというのが続いていくと、民間の検査だけで、この数字がずっと続いていく可能性がある。それで本当に大丈夫なのか、ずっと下がってますね。 解除ですという話になったら大変だなと発言され、羽鳥さんも岡田晴恵さんもこの発言に賛同されておられましたが、この発言デマであることが確認され、玉川鳥さんが本日、次のように謝罪をいたしました。昨日の放送の中で、月曜日の都内の感染者数39名全てが、 民間の検査機関によるものだというふうに私はお伝えしましたさらに土日に関して行政の検査機関は休んでいたというふうにお伝えしましたしかし正しくはその39名の中に行政機関の検査によるものが多数含まれていたことが分かりましたそして土日に関しても行政の検査機関は休んでいなかったというふうなことも分かりました なぜこのような間違いが起きてしまったのか私たちテレビ朝日の記者が都庁でのレクチャーを取材しメモを作成していますそのメモを番組内で解釈するときにその解釈を間違ってしまいましたその間違った解釈そのまま私がコメントをしてしまったというふうなことでこのような間違いが起きてしまいましたコメントのすべての責任は私にあります私がコメントの内容をすべて考え 話しているわけですが、その中身は私が再度確認をして、正確性を保たなければならない立場であるにもかかわらず、その責務を果たさず、このようなことになってしまいました。このことにより、土日も働いていらっしゃる都庁関係者の皆様、保健所の皆様、そして検査機関の皆様、検体を採取する医療関係者の皆様、全てに多大なるご迷惑をおかけしてしまいました。本当にすみませんでした。 私は1月末以来、この新型コロナ感染症についてお伝えする際に、もし私自身が感染したら、私の家族や大切な人が感染したら、そして日本に住むすべての人が感染したときに、どうすればその命を救えるのか、またどうすればその苦痛を少しでも少なくすることができるかを考え、取材し、コメントをしてきました。しかししか今回、そのの命にに直,直結する検査という,ふうなものに関して、 間違った取材を、間違ったコメントをしてしまったこと、残機の念に耐えません。改めて関係者の皆様、そして番組を信頼して見ていただいている視聴者の皆様に対し、お詫び申し上げます。本当にすみませんでした。行政の方々、土日もかん頑張ってくれています。そういった方々の気持ちに反する放送になったと思います。大変申し訳ありませんでした。となっておりまして。 まあこういった保健所などの役所が、基本的にですね、カレンダー通りでお休みだという事実はございますが、このお休み、実際にはそういった窓口が休みになっているだけであり、例えば平日の夜や休日であっても、当番制で即応,即応体制が維持されております。例えば保健所に何らかの対応の要請があった場合は、 中越さん、警備員が当番の職員に連絡をして対応することになり、このような有事であれば、PCR 検査について予定があれば、休日関係なしに実施されます。また、この土日について、こういった保健所などによる検査が減るのではなくて、実際に減っているのは民間の検査数でございます。まあ、こういった 薬所、保健所の対応については、かなり前の話になってしまいますけども、以前ですね、私の友人が、汗もと同時にですね、発熱し、発かかもしれないと大騒ぎになり、保健所の職員が病院に駆けつけていたんですけども、この際にはしっかりと車に隔離されて、病院の中には入っておりませんが、これも、 土曜日だったのか休日でございましたけども、もまあ、そういった休日においても。保健所など役所の職員は必要な時に対応ができるように常に待機をしております。当然、このコビット19においても pcr 検査が必要だという際に対応ができるように。待機されておりますので。保健所などの？ 休みの日であっても、実際に今、休みなのは、窓口や感染症に関係がない部門だけで、感染症に対応しなければいけない部門は、もう土日がある、休みがある、どうこう、以前にですね、交代勤務でもう24時間、検査を PCR 検査を実施し続けているようなところもございます玉川徹さんには、こういった PCR 検査について、テレビ朝日で「モーニングショー」でさまざまな意見が出ておりますけども、ぜひとも、こういった PCR 検査の実情、しっかりと確認をしてから、テレビで主張していただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。